どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。特定の攻撃が当たるとフェイズ変化が発生するね。ちょっと危険だけど、私だったらここは攻めるね。バットステータスを受けちゃったみたい。地道にガードしていこう。今の攻撃は避けづらいから、ワンに行こう。だね、次はサポートをかけよう。さあ頑張っていこう。クリティカルを狙ってきた。ターゲットが減ってきて、攻めるなら今だね。相手がサポートを呼んだよ。
次で勝負が決まるよ。ファイナルラウンド。さあ、頑張っていこう。
緊張しないで。楽しんでいこう。Round one. さあ、頑張っていこう。今の攻撃はブロックができないよ。まだまだ。ブロックはこっちの番だよ。透明ゲージを消費したから気をつけてね。透明ゲージが上昇したよ。今のがクリティカルだよ。掴み攻撃はブロック攻撃に勝てるの。体力が減っているから気をつけてね。これ以上ダメージを地道にガードしていこう。透明ゲージ満タン。今のはバーストできるよ。だいぶ時間が経過したよ。今の攻撃をガードしまずは攻撃チャンス。バトルは楽しむことが大事だよ。クリティカル発生。ブロック攻撃と通常攻撃が防いだよ。通常攻撃している相手を分かることはできないのよね。相手はどんな作戦？そのポケモンは自分のやりたいことに応えてくれるよ。体力が減ってきてるよ。クリティカル。相手かなりリードされちゃったけど、チャンス。相手の共鳴ゲージが回復したよ。残念だったね。向こうは次ラウンド2。バトルは楽しむことが大事だよ。特定ゲージが上昇したよ。特定ゲージが攻撃したから気をつけてね。地道にガードしていこう。サポートのことを忘れてない？攻撃を抜けるにはジャンプが有効だよ。
Hmph.
始まるよ。張り切っていこう。Wait!